か。髪を切りに試合10日前なんで今日来たいと思います。表参道から歩いて5分ぐらい、もうちょいで着きます。じゃあここか、こちらのビルですね。こちらです。7階です。今練習終わってシャワー浴びて時間なくて急いできたらこんなになっちゃったけど大丈夫かな。こちらのドアが開きます。って何になるの？フリーなの？どうも、よろしくお願いします。お願いします。さて、今日はどんな感じにしたいのかあります？基本美容室行ってこれがいいって言ったことが今まで一回もなくて。本当に？はい、もう、はい、結構お任せでいつも毎回やってもらってるんで。わかりました。なんでただ、はい、前回の試合から一回も何もいじってなくて、はい、前回ここまで刈り上げちゃったんですね、はい、うん、なんでそれがちょっと面倒くさいなっていうのはすごいあって、はい、でも僕自身あんまこれがいいっていうのはないので、うん、完全にお任せでお願いしようかなと思っております。はい、洗ってきました？あ、今あの練習終わってちょっと時間なくて急いでシャワーだけザーって洗って、はい、そのまますぐ固まってきたのでちょっとこんなぺっちゃんこになっちゃってますけど、はい、申し訳ないです。ジャパントップチーム。あ、そうです、ね、朝練習終わって、はい、今って感じですね。わかりました、はい、そしたら伸びても形がある程度もうカッコつくねみたいな感じにしてた方がいいと思うので、はい、もう周りはここはもうきちっと切って、はい、で前回ここまで刈り上げてここはね、まあ、伸ばしてた方がいいかなと。わかりました。で、はい、ここのこの三角の際から上は、まあ、若干長さがありつつ、はい、ある程度遊びがあってもペタッと寝かしても、でここは頭の形がよく見えるように後ろ もう自然にこうボリュームが出てあの収まるように。あ、了解です。強いけどなんかほら高青年っぽい方が。いや、まあもう、ね、でも高青年なのにめちゃくちゃ強いやみたいな。いやいやいや、そんな、ね、まあ、でもほらゴリゴリの人多いから。そうですね、格闘家さんってやっぱ結構カラフルな方とか、はい、派手めなちょっといかつい感じの人多いじゃないですか。ですよね、はい、色は？色はもう特に何も決めてなくて、うん、あ、ですか。で、まあ、一応10日後は試合なんで、はい、まあそのに向けて、はい、まあ、入れたら入れようかなか、はい、まあ、もしくは、まあ、試合前に色落ちないようにまた来ようかなっていうふうに自分では考えていった感じです。はいはいはい、なるほど。なんかこう 勝負色とか例えば自分のカラーみたいなあります？勝負色でもあんまないんですけど、結構今まで派手な髪色にはしてきたん で、はい、でブレイズとか僕ずっと編み込みをしてたんで。あ、なるほど。だからなんか別に多分自分の中でこの色は似合わないっていう色があんまりないので、はい、それもお任せにしちゃおうかなって思ってます。すいません、はい、なんかもう任せっきりになっちゃうんですけど。わかりました、はい、ホワイトパンツの色は何色ですか？ホワイトパンツ基本黒ですね今回。あ、そうなんですか、はい、なんで何色でも合うかなとは思うので、はい、デビュー戦。そうですね、 MMA はデビュー戦です。何のデビュー戦？とディープですね。ディープで、あの、まあ、MMA 今まであのブレイキングダウンってまあキックルールだったので、はい、寝技周りの MMA は今回が初めて。本職の方ね。はい、本職の方を。わかりました。じゃあちょっと一回濡らしてでカットしてカラーやりますね。はい、はい、お願いします。一瞬待ってください。あ、はい、ありがとうございます。お願いします。あ、お願いします。よし、お願いします。今いくつですか？年齢ですか？ああ、僕12月で23になります。 あ、そうなんだ。え、本職っていうか本職は今格闘技？今はもう格闘技一本で。おお、まあ、あと、まあ、はい、な日にモデル業とかは。ああ、はいはい、はい、未だにちょいちょいやることはありますけど。あ、そうなんですね、はい、あ、モデル業。そして元々僕4歳からずっと芸事をやってたというか。マジっすか？劇団ひまわりっていう事務所に僕が21までずっと所属していたので。へえ、そういう。あ、そう。はい、その活動をやりながら、まあ、そのバスケをプロでやっていて。プロ？そうです、バスケもともと僕プロでやってて、でそこでみくるさんに出会ってスカウトしていただいてって形なので。B リーグ？いや、 B リーグではないんですけど 3x3 っていうオリンピック種目になった、はい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 、リングが1個しかない方のバスケットで。へえ。それで以前もともとずっと2年ぐらい、まあ、だからそれで僕自身はずっと食べていくのかなって思ってたんですけど、うん、そしたら気づいたら道具の世界に今行っていてって感じですね。あ、そのね動画ね見たんですよ。あ、本当ですか？そう、ありがとうございます。そう、見てて、うん、身体能力やばくないっていうね。あれでね。そうですね、
ありがたいこと、それ取り上げていただいて。いやでもほらよくねプロでやってたのに引き継いできましたね。あでもそれは結構悩みましたね、うん、なんか悩んだんですけど、うん、その年にちょうどバスケでその、うん、プロリーグで日本一取って、うん、そこでまあ日本一やっぱ取った嬉しさと、うん、やっぱ他のことにチャレンジしたい欲というか、うん、やっぱそのバスケで日本一になったなら、うんまあ、次別のジャンルでも日本一になりたいっていう欲が生まれてきたところでのちょうど格闘技だったんで、なるほど、バスケプロでやってそっから格闘家で日本一になったら、うん、なかなかみんなしたことないことしてるなと思ったんで、うんうん、確かにちょっとあんま聞いたことないもんね。そうですよね。でやっぱそれにチャレンジできる可能性ってあんまなかなか普通の人ってないじゃないですか、うん、だからすごいラッキーだなと思って、じゃあもう格闘技を専念しようと思って、そうですね、球団の方にお話しして。もう日頃収入とかどうしてるんですか今ですか。ああ今はそのまあありがたいことにスポンサーさんがまあサポートしてくださったり、ちょうど先月まであのミクルさんから給料があったんですけど、あ本当に、はい、1年チャレンジっていう名目で1年間はその毎月20万円のまあ資金がいただけるというか、いただきながら練習してたんですけど、まあ今それがなくなってしまったので、まあ自分でそのスポンサーさんを集めたりだとか、まあそれこそやっぱ試合してなんぼのスポーツなので、まあそこでうまくまあ生計を立ててっていう形ですかね。だからまあその安定はしてないですね、やっぱり。で怪我でやっぱ1年じゃ試合できませんとかも全然ざらにあると思うので、そうならないためにやっぱケアしたりっていうような形を今取ってる最中ですね。なるほど。いろいろこう表現っていうかまあね、もともとほら表現者じゃないですか。はいはいはい、ね、その延長線上でやっぱりバスケもあったし、ね、格闘技も、なんかずっとチャレンジしてるの好きなんですね。やっぱそうですね、ね、なんかを達成したいっていう欲はすごい楽しいですね。うん、一番びっくりしたのが、格闘技でも完全個人種目だと思ってたんですよ。うん、今まで僕チームスポーツしかやったことなかった。そしたら全然格闘技の方がチームスポーツ感あって。マジで？どういう部分か。なんか正直バスケット自分が調子悪くても勝てる時あるじゃないですか。はい、格闘技は、まあ、自分が調子良かったら勝てるプラス、うんうん、そこに行くまでの過程がやっぱチームでやっぱ対戦相手の対策を練りながら相手に似た人とスパーリングをして、その人に対策できるようにやっぱトレーナーさんとかとメニュー組んだり、こここうしようああしようっていう風な作戦会議じゃないですけどするのがなんかすごい、たかが同じチームの試合、だ JTT、ジャパントップチームの選手なのに、その人のために打撃はこの人がスパーリングして、うん、寝技はこの人がスパーリングして、みたいな、うん。やっぱ形を変えてるのが、すごいスポーツだなと思って。それは一番なんか好きになったところかもしれないですね。うんうん、そうなんだ。格闘技、まあ、MMA が特にそうかもしれないですもんね。うん、はい、そうです、まあ。そんな印象全然なかったな。そうなんだ。やっぱなんか寝技がやっぱ強い選手とかだと、はいはい、やっぱその寝技が強い方に来ていただいて一緒に練習したりだとか。うんうん、宮田さん。まあ、宮田さんはレスリングやってくださってますね、はい、毎週。僕ね、宮田さんね、昔髪の毛切ってたんですよ。あ、そうなんですか。そう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 。そんなつながりが。宮田さんはそうですね、今も週1でレスリング教えていただいてますね。えぐい体してますよね。えぐいですね。キレッキレな体してますよね。彫刻刀みたいな。格闘家の方って皆さんやっぱすごい体してる方多いんで。自分もそうじゃないですか、だって。いやいや、もう僕はずっとストイックにやってるんであれですけど。やっぱ引退した選手とかもやっぱり全然体つきがまだ格闘家っぽいなって方とかもたくさんいる。なんか男がかっこいいって思う体ですよね。あ、皆さん、そうそうそう、格闘家の方って。でもあの実際にほら殴られたり蹴られたりするじゃない、はい、バチーとか言ってあのみんなほら普通の顔してるけど本当はあーってね、え普通になるじゃない。なります、なります。あれはやっぱ我慢してる。我慢してる。我慢してる。そうだよね。もうここでちょっとでもなんか痛いって顔をしないように必死にこらえてる感もありますね。もともとほら劇団出身だから、はいはい、聞いてないけど聞いたふりしといて刺してカウンターとかああでもありかもしれないですね。やっぱでもそれ判定に行ったら結構不利になっちゃう。なるほどなるほど。あそこでダメージあいつもらってるよなっていう風になったりもするので、まあ、難しいところでありますよね。でもやっぱ一作戦ではあるかもしれないですね。本当に奥が深いですね。殴って蹴ってどっちが強いかだけじゃないんで、うん、思い描いてたものとは全く別物でしたね。あ本当喧嘩してたやんちゃな方が僕の中で強いイメージがあったので、はい、でもやっぱ格闘技ってやっぱスポーツで全然そんなことないっていうのも
初めてその格闘技や自分がやり始めて知りましたし、あ、頭使いますよねあれね、めちゃめちゃ頭使います、ね、だってもうみんな組まれてロープギアとかフェンスギアに行くじゃないですか、はい、でもこういろいろこうあの中でぐわーっとこう計算してるんでしょ、多分その3手先とかぐらい読みながら、ね、こっち向いたら手ここに来るからその手取ってどうにかしようみたいな、うん、あの攻防してる時にいろいろこう、はい、あ、こ今考えてんだろうなっていう顔してるもんね、してますよ ね、 ね、やっぱそこで休める時休んだりとか、うん、力使わないようにしたりとかやっぱそれはすごいですよ、なんかこうね、映ると大きなモニターなんか見てね、自分のこう体の位置とか、はいはい、ね、その場で考えますもん ね、 ね、僕はそんな頭が良くないんで苦手かもしれないですけど、そういうのは見てて思うんだけど、はい、セコンドの人が、はい、ああ成功ぜってこれ指示出すでしょ、はい、でもそれって向こう相手も聞こえてるんだよね、聞こえてますね、はい、もうちょっとどうのこうのっつって聞こえてたらそれ対策されちゃうんじゃないのかなって思うんだけど、対策はされるんですけど、うん、でもやっぱそのセコンドの方の意見っていうのは自分に見えないんですよ、寝技とかだと足外せるよってセコンドさんに言われて初めて あ今足かかってないんだとかロックされてないんだっていうのが分かったりとかはするので、うん、あ、そう、だからやっぱすごい特に僕みたいなその IQ がまだ低い人からしたらそういうやっぱセコンドの人が声出してくれるの僕はすごい嬉しいです、ね、助けられる感はありますね、あ、そうなんだ、まあ、ただその相手に聞こえちゃうっていうのもあるんで、うん、技いけとか締め技いけとか、うん、でも三角締めいけ腕十字取れとかは、まあ、言いにくいのかもしれないですけど、うん、でもやっぱ逃げることとかに関してはやっぱ僕はいつもセコンドの声を聞いてっていう、なるほど、あれね、いつも思っててでほら膝蹴り膝蹴りとかって言ってるでしょ、ああ言いますね、相手もあ来るんだみたいな、まあまあそれはなりますねでも意外とセコンドの人の声って意識をそっちに向けてないと聞こえないですね、あ、本当に、はい、やっぱ極度の集中状態と、あと寝技とかになって耳塞がったら結構音って聞こえなくなっちゃうので、はいはい、そしたらセコンドが何言ってくれてても自分自身は分からないことがあるので、本当時と場合によってはやっぱ自分に有利になったり、うん、逆に相手を有利にさせちゃうことにもなるので、うん、毎日練習してるんですか？そうですね、基本毎日。休みはないんですか？まあ週5ぐらいで練習してるので、5、6ぐらいで、で朝はプロの練習があって、でまあ、夜は普通のあの会員さんというか、はい、方のクラスに自分も参加してみたいな、トレーナーとして、いや、普通に一位選手として、あ、本当にそのクラスに参加させていただいてます、なんかね、トライフォース赤坂に入りたいなと思ってっていうかトレーニングしてもらいたいなと思ったらもういっぱいだっつってなって、あ、本当ですか、あ、赤坂とか全然ダメでな、なんかあれらしいですねやっぱトライフォースって、まあ、今 JTT ですけど、あの柔術のジムなんで、MMA をできるのがなかなか場所が限られてるらしく、でやっぱ赤坂がオクタゴンといってゲージがあるじゃないですか、はいはい、やっぱそれがやっぱり一番人気というか、まあ、結構未だに人は多いですね、本当に初心者の方でも入りやすいですし、なんか今までいろんなところでボクシングやってきて、うん、MMA もしたいですっていう選手は中級者から入ったりとか、なんかそういうクラス分けはすごいたくさんあるのでやりやすい環境だとは思います、いいなぁ、もうぜひぜひ、いっぱいだから入れないって言われちゃったんだよね、いつ頃ですか、結構前、つい最近、あ、最近なんですか、うん、はあ、先月ぐらいに聞いてもらったんですよ、うん、はいはいはい、そら、いっぱいだ、いっぱいなんでって言ってた、大丈夫だと思うんですか、ちょっと今度サクッと聞いてみます、はいはい、多い時は本当に、はあ、あのゲージの練習に40人ぐらい来るんで、はあ、えで、みんなで、ま、回しながらやる感じですね、だから基本スパーリングが最大4組とか毎週できないんで、はあはあ、8人ぐらいじゃないですか、あ、なんでそれをどんどん回す、スパーリングしないっていうのもあるんですか、あ、もう全然あります、あの、そのスパーじゃなくて、はあ、ミッドだけだったりとか、はあ、あとはそのスパーリングっていうのの、まあ、はあ、マスというか、はあ、当てないで、はあ、本当にちょっとお遊び感覚でやる、はあ、そういう感じもありますし、スパーリングでほら本ちゃんじゃないけど、はいはい、結構マジでバチーンって言ってるじゃないですか、あーってやる方はたまにいらっしゃいますね、殴られるの嫌だなと思って、でもあれは本当はやっちゃいけないので会員さんのやつでは、あ、本当にやっぱり基本はそのマスって言って、触るというか、はいはい、当てるっていうより触りながらやるのが基本なので、朝倉選手がこう素人相手にこうやってポンポンってやって、あ、そうですね、こう、こう触るぐらいですね、こうじゃないと死ぬよね普通ね、死にます普通にでもやっぱ会員さんで結構がっつりやられる方とかもいるので、中に、本当、そういう時はまあやらないようにっていろいろトレーナーさんが注意は促してます、最近調子に乗ってきたなこの会員さんですって、ちょびっとだけこう締めたろうかなみたいな、まあでもあのその寝技とボディは僕はちょっと強めにやります、あ、そうなんですね、やっぱ顔とかの攻撃は全然触るだけですけど、あのボディだったり、まあ、あと蹴りとか
ローキックだったりとかは、うん、まあ、ちょっと、まあ、全然弱めですけど、はい、当てたりはしますけど、怪我したら一番どうしようもないので、うん、お互いに。なんでやっぱそれは配慮しながらって感じですね、普段は。もともと運動するのが大好きで、サーフィンやってるんですね。はいはいはい。でもまあ、忙しくて行けなくなっちゃって、都内でできること。普通のジムって言っても体鍛えるだけで面白くないなと思ったから、キックボクシングアリーノ、寝技アリーノ、面白いなと思って。いや、面白いですよ、ね。面白いよね、絶対ね。やっぱその、寝技だけ、今日寝技だけやろうとか、じゃあ明日はキックボクシングだけにしようとか、うん、そういうのも自分で組めるんで。で、じゃあ週に1回 MMA のクラス行って、ちょっと寝技と両方混ぜてやってみようとか。で、夜も一番遅いやつが10時とか、10時半ぐらいまでやってることがあるんで。本当に？基本的に毎日10時半まではやってると思うんですよ。へー。あのお仕事終わられた方とかもいらっしゃるので、はあ、結構遅い時間帯までできるんで、はあ、すごいあれかもしれないですね、うん、普通のジムって結構早く終わっちゃうじゃないですか、うんうん、だからそれが結構長いんで。何時までやってるんですか、星葉さん。僕はでも、うん、やっぱ、ま、疲れによって朝寝もあるんであれですけど、うん、まあ、遅くても9時半とかには帰りますかね、うん、で早い時はもう8時ぐらいに帰っちゃったりとかしますけど、うん、さあ相当早くやるんですよね、朝寝。11月からは11時になったんですけど、うん、あ、本当に。それまではもう9時ぐらいから僕はやってたんで。なんかあの朝倉さんのね YouTube 見てると5時から5時とか5時半とかそういう時もありました ね、 ね、なんか僕が入ってからはないんですけど、はい、その前にあったらしいですね、うん、5時6時からやってたぶんみくるさんもお忙しい方なんで、うん、朝しか時間がなかったなと思いますけど、はいはい、すごい過酷そうでしたよね、今に比べたら。もっともともとやんちゃやってた人たちって夜型が多いじゃないですか。多いです ね、 ね、朝5時、あ、朝型なのって逆にびっくりしてて。確かなんかイメージ的には結構夜遅くに動いて、うん、でお昼ぐらいまで寝るイメージあるじゃないですか、うん、でも結構皆さんもう朝がっつり動いてっていう方が多いかもしれない。本当に。でも逆に各々午後の時間とかは自分で体ケアしたりトレーニングしたりっていう風にしてる方が多いので、大体、うん、こう普段のルーティンっていうか起床時間とか何時ぐらい起きてるんですか。練習がある日は基本9時ぐらいには起きて、うん、今は11時から練習なので、でまあちょっとご飯食べて、家から僕いつもループで行ってるんですけど。本当に。モードで。で、まあ家からだいたい20分ぐらいなので、10時半ぐらいに着いてストレッチして、うん、1時2時ぐらいまで練習して、だいたいご飯の安井ヒューマっていう僕の同期がいて、うん、その子とご飯食べるんですけど。柔道の子でしょ。そうです。柔道のめっちゃ強い。うん、ヒューマとご飯食べて、うん、まあ、そこから自由に自分の時間を過ごすか、まあ、夜の練習かって感じですね。うん、寝る時間は、まあ、大体12時過ぎることぐらいが多いかもしれないですね。本当疲れてる日とかは、あの10時ぐらいにバタンって寝ちゃう時もあります、ね。そこで土日ずっと寝ますね。もう昼前ぐらいまで寝て、しっかり疲れ取ってっていうのは多いかもしれないですね。大体これ何人ぐらいのメンバーで朝プロ練やってるんですか。プロ練は、まあ、日によるんですけど、だいたい10人から20人ぐらいですね。結構出稽古の選手とか来られたりすることが多くて、はいはい、例えばあんま名前は言えないですけど、うん、宮田さんと宮田さんのジムの選手だったりとか、はいはい、やっぱそういう他のジムの選手が来られるんで、なんかあんまりどこまで自分が行っていいのか分からないんですけど、でも結構本当に有名な僕でも知ってるような選手が、あ、本当に、はい、来たりとかで、まあ、それこそ僕みたいな、まあ、その2期生朝倉未来チャレンジ生がいたり、トライフォース所属のプロの選手たちがいたりっていう感じで、まあ、10人から20人ぐらいでやってます。トライフォースのプロの所属選手って、まあ、朝倉兄弟さんと、あとは誰がいるんですか。もう白川陸人さんってこの間褒められた方もそうですし、朝倉未来チャレンジ1期生の、はい、まあ、ひろやさんって方と、うん、西谷さんって方ももちろんトライフォースですし、やっぱ結構ディープに出られてる選手が多いですね、うん、まあ、他の団体でプロで出られてる方とかも結構いるので。ワンの選手とかいないんですか。ワンの選手はいないと思います。僕が所属してからは一回も多分誰も出てないと思いますね。そのうちそういう他団体でねやる選手も出てくるかもわからないですね。まあそうですよね。でもなんかトライフォースの選手って結構そのディープに出がちという、まあ、ミクルさんとかがもともとディープに出られてたってことがあると思うんですけど、結構ディープがメインで、まあ、他に海外志向の選手がいたら、まあ、そういうワンとか、まあ、ロード FC とかそういう韓国じゃない海外の団体に出てく形だと思うんですけど、まあ、僕もいずれはやっぱ海外というかベラトールとか UFC とか、まあ、そういう方でやりたいとは思ってるので、やりましょう。ぜひやりたいです。頑張ります。やりましょう。
やっぱ今まで僕もその海外の選手としかまだ対戦したことがない、いかなかったので、本当にまだ日本の選手やったことがなくて、今回が初めてなんですけど。じゃあ外国人キラーだった。いやいや、でもそのバスケの時からやっぱ海外の選手とやるのはすごい好きだったので、あ、なるほど。だからやっぱそういうのはやりたいなとは思いますけど、うん、まあ、日本代表ね、背負ってね。そうですね、やっぱそれは憧れますね。何日ですか？試合ですか？うん、11月の11日です。お、ポッキーの日なんですよ。なんと、うちの創立記念日。そうなんですか？11111。あ、そうなんですか。ちょうどじゃあその日です。どこでやるんですか、場所は？場所は後楽園ホールです。なかなかやっぱデビュー戦で後楽園ホールでできることってないと思う。うん、この間ね、あの K1 の方に所属している僕のお客さんがいて、クラッシュの初代フライ級チャンピオンだったかな。はい、まだ若い、あの、で、19歳。なったのかな。でこの前試合やって勝てた。うん、すごい。そんな若いのにチャンピオンって、うん、すごいです。 K1 甲子園の時も優勝してんじゃないかな、きっと。ああ、じゃあもう、うん、結構昔からちゃんとやってる、うん、すごい。もう最近のキックボクシングの子とかも、うん、ちっちゃいうちからなんかねやってて、すごいですよね。昔のやっぱキックボクサーとイメージ違うよね、やっぱね。ああ、みんなちゃんとこう真面目にスポーツアスリートとしてね。そうです。なんか喧嘩の延長線って方がなかなかいないですよね。うん、みんな、うん、すげえ好青年で、似てる、やっぱ礼儀正しくて、そう。僕の YouTube でもちょいちょい出てもらってたんで、やっぱ知ってたんだけど、出てあのアベマのあの、うん、狼くんには騙されないとか、狼ちゃんがどうのこうのみたいな。それでね、そう、人気のイケメンくんだったの。そういうなんか格闘家だけじゃない、うん、いろんな幅が出てくるじゃないですか。それアベマの番組だったりとか。うん、それはなんかいいですよね、別方向というか、ね。まあ、どうしても格闘技だけでどうにかするって難しいじゃないですか、うん、なんかほら、こう一部ではね、やっぱり格闘家っていう人たちは格闘技一本じゃないとみたいなこともあるけど、やっぱりね、いろいろ生きる人はね、うん、それが、なんかやっぱミクルさんとかはやっぱすごいですよね、うん、すごいよね、格闘技やって、逆にこういう僕たちみたいにチャンスも与えてくださって、うん、でもやっぱ自分自身でいろんな会社やったりとかてるわけじゃないですか。そのうちあの USC のプロモーターの代表の人みたいにね、はい、試合自体っていうか、そういう団体自体をプロデュースしそうだよね。そしたら絶対面白いですよね。今喧嘩自慢のブレイキングダウンだけど、ね、でかくなってってさ、本当に。そしたらでも今でも十分でか、大きすぎますけどね。すごいよね。全然格闘技興味ない人でもブレイキングダウン知ってるもんね。そうですね。やっぱブレイキングダウンから雷神見る方とか多分絶対見えてるじゃないですか。うんうん、でこの前 K1 で勝ったあの大久保瑠衣君っていう子も、はいはい、あのブレイキングダウン見てるって言ったら面白いですよねっつって。ああ、本当そうですか。やっぱな、格闘家の方からしたら、やっぱ本当、うん、いいって人と悪い人の、うん、2つに完全に分かれるみたいですね。社会貢献っていうか、なんだろうな、やっぱりこうやんちゃやってて自分のエネルギーを注ぐ場所が、じゃあ他に何があんのってなった時に、うん、まあ、お互いそれで自分のそのはけ口っていうか、うん、パワーを使うところができてるから、他でこう有り余った闘争心を解放するよりは、やっぱ決まったルールの中でね、やった方がいいから。まあそうですね、うん、絶対あれいいと思うんだけどね。で周りがみんなジャッジしてくれるじゃないですか、勝ちか負けか、うん、あれは本当に社会にとってもいいことだと思うんだけどね。むしろ面白いですもんね。でやっぱりほら、もともとその辺りの番長だったり、はいはい、暴走族のリーダーだったりする人が出て、でそれでこうちゃんとそういう選手として出たら、その後に続く後輩たち、はいはい、ね、その地域の後輩たちもやっぱりいい影響を与えてくると思うんだよね。そうです、なんか偉大な先輩になりますよね、うん、そういう方が、ね、ああいうのはそれはかっこいいなって思いますね、うん、それこそなんか今喧嘩自慢の対抗戦みたいなやつじゃないですか。すごいね。やってるやつだから、やっぱああいうの見てもやっぱその地元愛が強いというか、かっけえなって思いますけどね、うんうん、もうよく考えたなと思った。いや、すごいですよね、うん。さあ、バスケをずっとアスリートとしてやってて、はい、で格闘技ってそれまで見てました？いや、全く見てないです。ですよね、はい、全く見てなかったんで、うん、だから僕もあの、うん、ミクルさんの名前は知ってたんですよね、うんうんうん、それはそのミクルさんのブランドのモデルを、うん、ミクルさん全然出会う1年前ぐらいに僕がやっていて。あ、本当？はい、またたまたま？ちょっとたま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 仕事の依頼が来たのがミクルさんのブランドで、うん、その朝倉ミクルさんって方、格闘家さんのアパレルなんだっていうので知ってはいたんですよ。あ、そう。だけどやっぱ試合も見たことなかったですし、でミクルさんが現れた時に、もう周りはみんなざわざわしてるんですけど、僕は正直誰かわかんないんで、うん、
そしたら、うん、朝倉みくるだってみんなが言うから、これがみくるさんなんだみたいな。そこで初めて知るって感じでした、最初会った時のその印象ってどうなんですか？オーラあるなこの人みたいな。本当。でも何の人なんだろうっていうのが本当の第一印象ですね。ズンズンズンってくるわけじゃない。でバスケってやってるところに。そうですね。いやなんか普通の人じゃないなっていうのはありましたね。なるほど。なんかヤバそうな人がなんか来たぞみたいな。そうですね。でもなんか別にちょっとなんかそのいかつい怖い人が来たなっていうよりかは、なんかそのすごいオーラを放ってしまったなみたいな。だからバスケする場所なんで、うん、あれどこの公園なんですか？あれ代々木公園です。すぐそこですね。そうなんだ、はい、バスケするとこありましたっけ？バスケするとこがあって、うん、代々木公園のメインって多分、うん、こっちから原宿方面向かうと右側だと思うんですけど、うんうん、左側にあのフットサルコートだとか、うんうん、あとあの陸上競技場とか、はいはい、あのいろいろあると思うんですけど、うん、そっち側にバスケットコートもあって。あ、そうなんだ、うん、そこで僕はそこでずっとバスケを中学生ぐらいから代々木公園にしてて、うんうん、僕は朝倉選手もあっち側行ったのに。普通ね、ドッグランとかある方行っちゃいそうなんだよね。そっちの方がメインなんで、あれですけど、うん、本当にまずなんでいるのっていうのが本当にびっくりでしたね。でまさか自分が格闘技やらないとも言われるとも思わなかったんで、うん、正直その場ではちょっと考えさせてくださいっていう話だったんですけど、うん、まあ、後日一回トライフォースに初めて行かせてもらって、そこからやりたいなってことで自分の意見をみくるさんに伝えて、うん、じゃあよろしくってことだって始まりましたけど、なんかそのあんまりこう多くを語らなそうなイメージなんだけどね。ああでも、ね、口数は少ないかもしれないですね。どうやって砕けてやんないみたいな感じ。最初はまあでも本当に YouTube に上がってる通りなんですけど、うん、一番最初はもうあれはもうドキュメンタリーなんです。あ、もうあれが本当にリアルなので、でまあそこからジム行って、本当に自分がやりたいと思ったら2期生でやってみたいな。でも別にその自分が決めるのが一番だしみたいな感じ、うん、形ではお話いただいて、でもなんか僕自身ずっとモヤモヤするのが嫌いなんで、0か100かがいいので、だからもうそのお話いただいた2日後にはぜひやらせてくださいっていう風に伝えて、うん、ですぐまあその僕がまだ その時あのプロの球団に所属していたので、はい、その球団のオーナーに挨拶に行って、はいはい、そしたら快く送り出してくれたので、で今もそのおかげで格闘技できてるって感じですね、うん、そのバスケの、ね、オーナーさんにびっくりしたでしょ。格闘技っつって、いやびっくりしました。えー、みたいな、どういうことみたいな感じだったけど詳しくは YouTube でみたいな。そうです、もうまあちょっと話すと長くなるんですけど公園でいきなり声かけられ て面白いんだけどそれ本当に、びっくりしましたね。まさかやるとは思わないので、まあこれもねご縁というか、ね、だからやっぱ運があったんだなとは、だからこそやっぱそのチャンスを無駄にしたくないと、やりたいなと思って、うん、っこんなチャンス二度ともないと思ったんで、やるなら今だと思っても入っちゃいましたね、うん、じゃあちょっとねこれでカラー行ってみます。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください。はい、ありがとうございます。すごい可愛いっしょ。すごいですね、初めてやりましたこういうの。はい、おしゃれ。なんかね、あ、火の玉ボーイっていうか、火みたいになってる。かっこいい、すごい今まで色が抜けてるところだけに入れたので、まあ、これがね今真っ黄色なんですけど、はい、色落ちした状態でもこういう風に見えるかなみたいな。確かにかっこいい、はい、全然予想できなかったですそうでしょ。ありがとうございます。これからあの減量に入るわけですか？今まあちょっと減量始めてるぐらいです、でももうあと2キロぐらいなので、うん、本当に？はい、もう水抜いて、まあ、そんな水抜かないようにしようと思ってるんですけど、うん、だからもうほとんどこのままキープすればっていう感じですね。あの元々の体重から結構の差があんまない、うん、そうですね、元が73、4ぐらいなので、うん、で今回試合68キロでやるので、だからまあそこまでは僕もその脂肪がつきにくい体質ではあるので、うん、あ、本当？はい、なんでもういくら食べても全然脂肪つかなくて、だから体脂肪がもうほんと常に 8% とか多分それぐらいで、生まれながらのアスリート向けの体質なんですね。だからもう減量って言ってもちょっとまあご飯量減らして、まあ、塩分はあんま取りすぎないでぐらいしか考えてないですね、うん、試合前とかライジンみたいにこの試合前会見とかあるんですか？あ、あります。前日に記者会見とそこで公開計量もあるので、なんでやっぱそこでまあ体重戻してって感じですかね、うん、相手選手は何ておっしゃる方なんですか？相手選手、僕もフルネームは分からないんですけど、あ、本当に？あの前回あのヒューマーがデビュー戦した時の相手で、そうなんだ、はい、なんかパラエストラ柏っていう、あ、八王子かっていう、はいはい、まあ、名門のところなんですけど、のそこの、ずっと長い間キャリア持ってて、もう格闘技一本にするために高校卒業してこの間出てきたらしく、だからもう本当に将来格闘技で生計を立てていこうとしている選手みたいですね、
この間勝ちましたよね。そうです、ね、そのヒューマが一本勝ちした相手と次は僕がやるんです、うん、あ、そうなん、僕も力入れてくるね、ちゃんと勝てるように。じゃあそれを勝ち進んでいきつつ、まあ、ゆくゆくライジンにも出てみたいな。まあそうですね、出ていきたいなっていうふうには思ってますね、うん、やっぱそのチャレンジ生の先輩でもある2人が今年ライジンに出られて、うん、自分もヒューマも一緒に出たいなっていうのはあります ね、 ね、ジャパントップチームになっちゃったから。そうですね、ね、しかもジャパントップチームに名前が変わってから1試合目が僕なんですよ、うん、すごいプレッシャーだなと思って、ね、看板が出来たてだもんね。そうですね、やっぱ1試合目って一番やっぱ大事だと思うんで、うんうん、今まではやっぱトライフォース赤坂っていう名前だったので、うん、11月に名前変わってからまだ誰も試合してないので、うん、っていうのはちょっとありますね。絶対 ADT とね比べられちゃうだろうし ね、 そうですね、必然的にちょっとせめて1試合目はやめてほしかったですけどでもしょうがないんで。昔ゴミ高成選手が火の玉ボーイって言われてたのね、はいはい、あ、ゴミさんですよね。今も相変わらず熱血ですよね。今すごいよね、なんかね、うん、ブレイキングダウンの方にもまだ出る、はい、まあそのディープとかやっぱ今後メインにはなってはいくと思うんですけど、タイミングというか試合感次第でまあ出ていきたいなっていうふうには思ってますね。でも1分だともう全然違う競技になってしまいますね。正直1分って僕の中ではもうどっちが倒れるかしか考えてないんですよ、結構判定になるのあんま嫌で。だからやられるならもう速攻やられたいし、倒すなら速攻倒したいし、だからもう本当用意どんみたいな感じですよ。だけどやっぱ今回はちゃんと距離取りながら自分の得意な場所で戦えるんで、それはすごいやっぱ好きなんで、それはやっぱブレイキングダウンにはなかなか出せないというか、1分で見合っても面白くないじゃないですか。ちょっとそこ難しいですね。食事とかも気をつけてる？いや、基本あんまり気にしてはないです。本当、まあ好きなもの食べようかなみたいな。そうですね、好きなもの食べて、その分人より動いて汗かいて、全然ラーメンとかも食べますし、まあ試合これぐらいの機会になったらそれぐらい食べないですけど。お酒どうなんですか？お酒僕全く飲まないので、私生活から。本当？はい、まあ、強くはないですし、まあ、あんまりお酒が好きじゃないというか、お酒飲むならジュースがいいみたいな感じですか。基本的にね、飲まない方がやっぱりいいもんね。まあそうですね、体はアスリートをトレーニングしていたトレーナーさんが今パーソナルトレーナーで恵比寿の方でやってる人がいて、はい、でその人に自分のそのパーソナルトレーニングをやってもらってた時に、はいはい、僕もビール飲むの大好きだから、はいはい、この後ビール飲んで平気使うって、ダメダメって、今日やったトレーニングが全部無駄になっちゃうよ、うん、飲まない方がいい、トレーニングした時は飲まない方がいいよって言われて、やっぱそうなんですね。そう、全部ファーになっちゃうからねって言って。あんまりアルコールはやっぱ良くないんですけどね。ね、筋肉をちゃんとこう定着させるっていうか、筋肉にしていくときにアルコール入れてよくないって、うん、そうなんですね、うん、月に1回飲むか飲まないかですね。あ、本当に、うん、飲んでも1杯みたいな。チームのみんなどうなんですか？あ、めちゃめちゃ飲みます、ね、めちゃめちゃ飲みます。本当にそんな印象だから、僕以外みんな飲みますね。マジで僕だけですね、本当お酒飲めないの。へえ、何小芝ちゃんとか言って飲めなよとか言われないの？いや、ないですね、そういうのは全く。全然炭酸水でいいんじゃないみたいな感じで僕はいつも炭酸水かウーロン茶です、ね、うん、YouTube やってます？僕 YouTube は、まあチャンネルはあります。動画もまあ何本か、まあ、ブレイキングダウンとかその試合前とかは、その試合終わった後の密着とかはいろいろ上げてあります、ね、あ、本当？はい、ブレイキングダウン出られてる方とか YouTube がっつりやられてる方多いじゃないですか、うん、やっぱさすがにそんな時間はないんであんまりできてはないですけどよし、ありがとうございます。すごい、もう全然じゃーん、ではわ、すごい見えますでしょ？すごい別人ですね、はい、見えます。このね、まあ自然に乾けば、はい、ちゃんとこういうふうにこうちゃんと言葉がキュッて丸くシルエットが出るってこと、はい、すごい面白いじゃん。面白いですね、やっぱなかなか炎、すごい火みたいな。確かにもう火の鳥ですね。はい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。